ソールズベリー駅はオーストラリア、南オーストラリア州アデレード北部のソールズベリー市にあるアデレードメトロゴーラー線の鉄道駅である。アデレード駅からは、20. 2 0 2トル離れている。ソールズベリー駅はゴーラー線のアデレード駅、スミスフィールド駅間の開通に伴って1857年6月に開業した。1860年にゴーラー線は 道山開拓のために、ゴーラー駅、カプンダ駅まで開通し、1870年までには、ブーラが開業した。ソールズベリー駅はかつて、アデレード市内から、トランスオーストラリアン急行といった州をまたぐ、長距離鉄道線へ乗るための乗り換え駅として、使われていた。現在運行されている、周回高速鉄道は、ソールズベリー駅には停車せず通過するため、 ソールズベリー駅には地方路線のゴーラー線のみ停車することとなる。ソールズベリー駅周辺は商業施設や娯楽施設が存在する。また、オーストラリアの専門学校であるタフ、南オーストラリア大学のソールズベリーキャンパスが存在する。ソールズベリー駅前のバス停留所以下のアデレードメトロの14路線のバスがソールズベリー駅を通る。 ゴーラーセントラルタイムテーブルアーカイブド10フェブラリー2014アットザウェイバックマシンアデレードメトロ4フェブラリー2013カフェーサアデレードメトロポリタンゴーラーセントラルツシティアデレードメトロハットルート224アデレードメトロハットルート400アデレードメトロハットルート401アデレードメトロハットルート403アデレードメトロ ハットルート404アデレードメトロ。ハットルート405アデレードメトロ。ハットルート411アデレードメトロ。ハットルート415アデレードメトロ。ハットルート421アデレードメトロ。ハットルート430アデレードメトロ。ハットルート500アデレードメトロ。ハットルート560アデレードメトロ。ハットルート900アデレードメトロウィキメディアコモンズには。 ソウルズベリー駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。